はい、皆さん、こんにちは。はい、ブルーでーす。ブルーのケイちゃんでーす。ということで、はい、この動画は速報版です。ということで、まあ、速報版っていうとね、もう皆さん、もうおそらく、お分かりだと思いますけども、H 様がですね、あるお家の H 様が、筑波大学附属高校に合格ということで、FNN オンラインがですね、まず最初に速報版で出しておりました。ということで、今からですね、どのぐらいだ、まだ1時間も経ってないですね、そういったようなまず最初の速報版ということで FNN がですねそういったような形で出しておきましたので、ちょっと私も速報版ということで、出します。でですね、ちょっとね FNN プライムオンラインから出てるんですけど、そのね記事の内容ちょっと、読んでいきますね。KN 長はあるお家のご夫妻の、ご長男、H 様が今年4月から、筑波大学附属高校東京文京区に進学されると発表しましたと。 H さんは2月13日同校の入学試験で学力検査と書いてありますねに臨まれていて、先ほど合格が発表されましたと。筑波大学附属高校は都内でも有数の進学校として知られていますと。 H さんをめぐっては、お茶の水女子大学附属小学校から同中学校に進まれたが、お茶の水女子大学附属高校は女子校のため、今春からの進学先に注目が集まっていたと。戦後の皇室で学習院以外の高校への進学は初めてです。何のためなんでしょうかって話ですね。KN 長によると、 H 様はお茶の水女子大学附属中学と筑波大学附属高校との間の提携校進学制度に出願をしてたと。で、入学試験学力検査などの結果合格が確定したという。志望理由については同校の自主、自立、自由の教育方針を踏まえて、H 様がご夫妻とも話し合い、同校 OB などから話を聞いた上で決められたということで、まずね、第一報目、本日ね、まだ1時間も経っておりませんけども、その中の第一報、FNN オンラインが速報版で出しておりましたということで、はい、これがですね、一応、まあ、記事の全文なんですけども、まあ、皆さんどうですか、まあ、なんていうのかね、まあ予想通りの話ではありますけどね。ただね、一つだけ、ちょっとね、着目するべき点としては、KN 長がですね、まあ、発表したということですけども、提携校進学制度を使っていましたということで、自らというかですね、それは話をしたようですね。これに関してはね、これは私のあくまでも試験かもしれませんけども、これに関しては、まあ、これだけはですね、これだけは良かったかなという気がいたします。やっぱりね、ちょっとね、私も昨日、おとといぐらいの動画でも申し上げました通り、今回のこの合否の発表に関して、万が一にですね、今回もこの KN 長の発表で、ただ単純に、筑府に4月から入学されます以上みたいな、報道しか出ないというようなことであれば、ますますもってですね、今現在のその、ある応援に対する批判が高まるでしょうし、H 様何なのっていうことでね、結局何でもかんでも隠すんですかっていうことになりますから、これだけに関してはね、やっぱり正式にですね、提携校進学制度を使いましたというようなことを、まあこれはね、国民全般にお知らせをしたということで、これだけは私はね、良かった。結果としてはですね、良かったかなと思います。ただし、それに対してですね、じゃあ実際に、H 様が、この提携校進学制度をね、1名の枠を使って、入学するというようなことであればですね、当然その一般ニュースに臨まれた1名の方があぶれるというふうに考えるのが普通の考え方でしょうから、そういった観点でね、果たして、皇族の、まあ、将来の天皇陛下となられる方、皇族の身分の方がそういうようなことで、提携制案、まあまあ、提携というかですね、今回のその提携校進学制度、要は推薦ですよね、推薦制度を使って一人を押しのけて、一般のですね、しかも国立ですからね、私立じゃありません。国立の付属に入学するという点に関しては、未だやっぱりですね、物議を醸し出す点かなというね、気はいたしますね。いずれにしても今回、まあいろいろね、もうここ本当1ヶ月ぐらいですかね、特にこの1ヶ月間ぐらい、どうなのということでね、やっぱり提携校進学制度を使うんでしょうみたいなね、ことで、最初にその文春が、もう1月の時点でですね、もう実際に、もう合格が決まってますというようなことで、合格通知も、もう実際にあるお家には届いてるみたいな報道をされておりましたよね。やっぱりですね、報道、
結局のところは真実の報道だったってことじゃないですか。やっぱりその文春のね、その何て言うかな、取材能力というかね、それはやっぱりすごいと思いますよね。で、逆にそのすごいと思われるようなですね、そういった取材能力に対して、じゃあね、これはやっぱり逆にね、苦言を呈したいですけども、公職大部だとか、検事長の長官が何を言ったんですか？憶測に基づくね、そういった記事を毎週のように、毎日のように出すのはいかがなものか、と、遺憾であるという表現をしてたわけですよね。全然憶測じゃないじゃん。結局そのね、文春が書いた内容、ほぼ合ってたじゃないの。どこが憶測なんですか？ということで、やっぱり文春の記者だってですね、ちゃんと取材してますよと。関係者に取材をしたりとか、ね、当然その筑府の方にも取材をかけてるでしょうから、そういった点でね、そりゃね、週刊誌。だってね、ちゃんとね、やっぱりね、市販されてるね、読み物ですから、それはちゃんと取材しますよ。それが、ね、そんな憶測の記事ばっかし書いてたらね、そりゃ、読者からの信頼を失うだけですからね。それに対して、約ね、1月の24日と27日でしたかね、例の佳子さまのその結婚問題も含めてですね、憶測だっていうふうに言い放ってる、報道規制に対する発言、あれは何だったんだよっていうことはね、やっぱりね、あえて言っときたいなと思いますよね。とにかく発言ね、憶測だ、憶測の記事が飛び交ってることに対して、いかがなものかという発言したのは、最初に家事公職大部が発言をして、それから全く同じ表現で、刑務長の西村長官が発してるんですよね。これに関してはね、やっぱりね、週刊誌に対して謝るべきですよね。特に最初に出した文春に対して謝るべきですよね。全然憶測じゃなかったっていう話ですよね。それに対してああいうような報道規制をバンと投げかけてきてですね。で、それに対してね、じゃあ実際の記事の内容はそのものだったんじゃないの。で、今回のさっきちょっと読まさせていただいたですね、文春 FNN ですね。FNN のプライムオンラインにもしっかり書いておりますもんね。もう最初からちゃんとですね、そういったような低傾向、進学制度に出願をしていて、今回の入学試験、すなわちこれは入学試験じゃなくて、あくまでも、その推薦制度を使った生徒に対して、学生に対しての学力検査、ある程度の学力がちゃんとあるんですかっていうようなことを見極めるための学力検査を行ったってちゃんと書いてあるんですよね。このことに関しても、事前に13日日曜日の日にですね、H 様が朝の8時に現れた、一般の学生と、一般の、ね、入学試験と、一緒にです、学生と一緒に現れた時にも、やっぱりこれは実際のウェブ等の報道でもありましたよね。おそらくはこういったような国立の単眼制度に関しては、一応ですね、学力試験じゃ、要するに学力の判定じゃありませんけども、推薦で決まっていたとしても、本当にこの、受験生がですね、ある程度の学力があるんですかというようなことを確かめるための試験じゃないかっていうことは言ってましたよね。まさしくその通りだったってことですよね。だからね、本当に思いますけども、週刊誌にしてもですね、それこそブログの情報とかにもしてもですね、全然そんなね、根も葉もないところから出てくる情報っていうのは、通常はありえないって話ですよね。ある程度、特に週刊誌みたくね、実際のお金を、ね、読者の方からお金をもらって、それで売ってるようなね、情報誌ですよね。そういったような中で、ちゃんと全く取材をしないで憶測だけあげますか？そんなことないってことですよ。だから、家事公職大部とに、西村刑務長長官、発言はやっぱり問題はありましたよ。どう考えたってね。もう最初から憶測だって言い切ってるわけじゃないですか。言い切ってましたからね。もうその憶測だって言い切ったこと自体あなたたち間違いだったっていうことに対して、あなたたち私が間違えましたよっていうね、謝罪のコメントでも入れるべきですよね。というふうに私は思いました。ということで今回ね、速報ベースということで、いよいよ4月からですね、筑府に最終的に決まりましたということで、まあ、ある程度予想通りかなという話です。速報版のお伝えさせていただきました。ありがとうございます。それではまた失礼します。バイバイ。